どうも、しょうちゃんです。いらっしゃい。今日なんですけど、最近コンビニの紹介だったり、この前キング牛丼挑戦してみたりね、やったわけなんですけど、今日はお家で自炊してご飯いっぱい食べていこうかなと思います。ということで今日用意したのがこちら、なめことネギの味噌汁、目玉焼き、餃子、麻婆茄子、海苔フレークと納豆もあります。この辺ね、おかずにしてご飯いっぱい食べていこうかなと思ってます。今回麻婆茄子が味付けがすべて自作、YouTube のね動画参考にはしたんですけど作りましたという感じで、今日は食べていきましょう。いただきます。餃子がね、チルドの大阪王将のやつですね。どうしようかな。じゃあ味噌汁からいただきます。うん、まっ。なめことネギ最高。これがね、作ってる時めっちゃ美味しそうだったんでね。うまい。味付けが濃く仕上がってます。ニンニク入れたんだけど、ニンニクも効いててうまいわ。次、これ結構ね、ちゃんと火を通した目玉焼き。あえて今日はね、ちゃんと火を通しました。はい、こんな感じです。僕は昔から醤油かけて食べるんですけど、みんなは何かけて食べます？ソースとかケチャップとかマヨネーズとかいろいろあると思うんですけど、僕のスタンダードは醤油です。3個もあるからね、丸々いっちゃおう。うまっ。やべ、自分の細胞から作った自分のクローンと結婚しようかな。この前ご飯にバウンドさせるのをやるのが好きじゃないって言ったじゃないですか。さっき目玉焼き乗せたけど、見てください、乗せたけど白米は白米のままなんですよ。餃子いただきますか。うまっ。マジうまい。もうマジ餃子で昔なんで米が食えなかったんだろうか。今じゃもう余裕すぎて。結局手間さえね、我慢すれば自炊が最強なんですよ。どこ行くよりも安いし、得意不得意にはよると思うけど、自分好みにできるしね。ココスのハンバーグが食べたいなって思ったらね、家で作るハンバーグよりココス食べた方がね、価値があると思うんですけど、結局ね、ハンバーグ食べたいなっていうだけだったら作った方が勝ちです。ナスってさ、ご飯に合うよな。はい、一杯完食です。まあ今6分目ぐらいになったかな。納豆ご飯とかね、このフレークとかもかけたいから、もう一回おかわりします。おいすぎー。味噌汁もおかわりしてきました。僕はね、気づいてしまったんですよ。食べる時に食べる、食べない時は食べない、これがね一番大事だと。どういうことかわかんねえって。どういうことかっていうと、お腹すいたな、ご飯食べたいなっていう時にちょっと我慢しようっつって、無理にね我慢しちゃうと、結果的に変な時間にお腹すいたり、ちょっとならっていうのを繰り返してしまったりして、結果的にいっぱい食べてしまうとか、結果的に良くない時間にねカロリーを取りすぎてしまう、そんなことが起きかねないということで、僕はね気づいた。食べたいと思った時、もうガッツリ食べてしまえば、その後お腹空かないんですよね。しかも満足感得てるしね。まあこれは個人差あるかもしれないけど、これで完璧なんですよ。まあ僕の場合ね、ガッツリ食べた後に変な時間になんか食べちゃったりする時もあったんですけどね。いや、あるんですけどね。現在進行形でございますけども。納豆じゃなくて先にフレークかけよう。うまっ。やっぱご飯食べてて思うのは、おかずより米が好きだなって思うよね。米だけで食えって言われても、まあギリいけるぐらい好きですね。でもステーキと白米どっちが好きかって言われたら迷うな。今後一生って言われたらどっち選ぶかな。白米とステーキ、白米か牛肉の赤身、せいぜい塩コショウまでとして、まあどっちもね、塩コショウで美味しくは食べれますからね。本能的なことを言うと、やっぱり肉なのかな。米好きはどこに行ったんだって感じですけど、本能的なことを言うとなんか肉な気がするよね。米の方がエネルギーとして蓄えられるものは多そうだけどね。昔の人間って何食ってたんだろうね。人間って本来何を食べて生きる食べ物、食べ物じゃねえわ。似たような感じで猿とかさ、ゴリラとかさ、チンパンジーがいるわけじゃん。彼らはさ、肉を食う習慣っていうよりか木の実とかを食う習慣の方が多分あると思うから、人間も本来そっちなんだろうな。体の適性的には米とかのがいいのかな。ネギだけ納豆かけご飯、昔はじいちゃんの真似してね、もう泡だらけになった納豆かけご飯が大好きでした。納豆かけご飯です。ネギ入りっていうのがまたうまいからね。
うん、体が今朝になりました。日差し浴びたみたいにリセットされた。やば、納豆かけご飯ネギ入りうまっ。やばい、ハマりそう。これね、目玉焼きなんて食べたら本当にブレイクファーストですからね。あ、そうだ、今腹8分目ですね。これ全部食べたら満腹って感じ。いやー、食った食ったー、ごちそうさまでした。家でご飯食べるの最高ですね。結局至福の時間ですよ。またうまそうなのができたらちょっとカメラ回す時が来るかもしれません。ということで、しょうちゃんベースのチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。 See you again!